はい、皆さんこんにちは。浅薙コンサルティング司法書士の加用真理乃でございます。今日はですね、 IPO と司法書士についてですねお話をするんですけれども、IPO というのは皆さんご存知でしょうか。まあ、株とかをねやっている方は、よく聞く言葉だと思うんですけれども、IPO というのはまあ簡単一言で言うと上場するということですが、IPO は、イニシャルパブリックオファリングという言葉の略称でして、イニシャルというのは最初の、パブリックは、公開、それから、オファリングというのは募集という意味であります。まあ、IPO は、まあ、いわゆる上場、要は上場するということなんですけれども、最近ですね IPO が非常に、増えてきております。そして IPO にはですねたくさんの専門家が、関わってくるんですけれども、ちょっとそういうところでですね司法書士というのは IPO とどの程度ですね関わりを持つことができるのかということをですね、まあ、私なりにいろいろ研究して、まあ、いろいろとまとめてみたので今日はそれをね皆さんにご紹介をしていきたいというふうに思っております。まあ、IPO、上場していくというところになっていくことになるとですね、たくさんの専門家がとにかく絡んできます。そしてその専門家と、まあ、言ってはいいのかはちょっとあれなんですが、主幹事証券というのがとにかくまずは先頭になって温度を取ります。そしてこの IPO にですね関わってくる専門家として、一番の、まあ、メインはですね会計士、監査法人ですね。ここがまず一番IPO に関しては、ものすごく関わってくるところです。そして必ず関わってくる専門家として弁護士の先生ですね。労務法務関係で、携わってくるんですけれども、ここでですね弁護士の先生入るときに問題となってくるのが未払い残業代というのが非常に問題になってくる。未払い残業代があるような会社、いわゆる残業してもですね残業代を支払わないようなブラック企業ですね、俗に言うブラック企業は、まあ、上場することができない、ちゃんと残業代を支払って、いく、そのような風にしていかないと上場というのは非常に厳しい、そのあたりの整備を、まあ、弁護士の先生が、まあ、行っていくと、まあ、アドバイスしていくってことですね。そして、まあ、税理士の先生もここには関わってきます。まあ、主に税金対策ですね、資産管理会社を作ったりとか、まあ、結局上場するとですね、まあ、オーナーはですね創業者は、まあ、莫大な資産を手にすることになるので、そのあたりの税金関係のアドバイスをする専門家として税理士というのは関わってくる。私もですね、まあ、IPO を、ね、準備している会社の、まあ、社長さんのですね、資産管理会社をよくですね、設立頼まれて、よくね、設立をさせていただいています。そして、IT の専門家、ここもこの IT の専門家というのは、まあ、上場して、その上場会社のね、システム耐えられる上場会社耐えうるだけのシステムをですね構築していく、そういった IT の専門家も今後の IPO には関わってきます。場合によってはですね1億、まあ、億単位のですね資金を投じてシステムを構築していくというふうに、さまざまこのようにですね専門家が関わってIPO というのは行っていくわけなんですが、ここにですね、まあ、会計士、弁護士、税理士というのがかかってきますよというところで、まあ、司法書士がね、実際には、まあ、いないんですね、よく見ると。ただですね、司法書士というのはこの IPO に全く関わることがないのかといったら、まあ、実は、そうではないと思っています。一般的にですね、上場していくということになるとですね、N 期というここの、大体3年ぐらいですねかけて、上場準備をしていくんですが、この N 期と言われているところが、まあ、いわゆる IPO をしていく新世紀、N 期というのは新世紀のことなんですけれども、ここで上場していくとしたらですね、N-3 期この3年、この3、まあ、要は3年かかるんで3年ぐらいのスパンでやっていくんですが、一番最初のこの N-3の時点でですね、まず一番最初上場したいと思った時に、ショートレビューというのをしてもらいます。でここではですね監査法人に、その上場したいその企業のですね問題点というのを、とにかく洗い出してもらう、大体50ページから100ページぐらいのですね、まあ、なんていうんですか報告書ですかね、もう分厚い報告書で、まあ、問題点をとにかくその会社の問題点を洗い出してもらう、具体的には、会計のことであったりとか、あと体制ですね、コーポレートガバナンス、例えばですね取締役会が、置いてないであったり、監査役がいないとか、そういった体制のことであったり、まあ、あと規定ですね、普通ですね一般的には、まあ、小さい会社はですねそんなに規定を持っていない設けていないところが多いんですね。例えば給料規定であったりとか、労務規定、それから、そうですね、そのあたりですかね、
とはなんか、まあ、そのような、まあ、規定ありますよね、就労規則とか、それはもちろんのこと、そういった規定をですね、すべて規定を作っているって会社の方が実は珍しくて、ないところが多いんですが、上場会社になると、これは必ずですね、例えば文書管理規定であったりとか、国会で問題になってますよね、そのあたりのところもしっかりと作っていく必要があります。でそういったところをまあレビューしてもらったりで問題点を洗い出してもらう、それから資本政策の部分、まあ、株価っていうのはですね、こう N-3 期、N-2 期、N-1、そして N 期になっていくにつれて、資産価値がどんどん上がってくるわけなので、どの段階で、まあ、早めにですね従業員にストックオプションを持たせるとか、そういったところで、いつね、どうしていくのか、どのタイミングで増資をしていくのか、ストックオプションを発行していくのかというところで、資本政策の部分、こういったところも含めていろんな、まあ、問題点をレビューしてもらいます。 N-3 期の時点で、そして N-2 から N-1 の間にですね、ここで、まあ、監査法人監査していって、そして N 期に、まあ、IP をしていくというところなんですけれども、ここでですね、まあ、この時に司法書士ってどこに、この IPO の準備の中でどこで関わっていくことができるのかというところなんですが、まあ、この会計というのはですね、司法書士は、まあ、一切関係ないというか、まあ、関わる余地はもちろんないわけですね、なんですが、例えば体制というところ、機関設計ですね、関取締役会を置いてみたり、監査役を置いたりとか、でこういったところではもちろん当然ですね、登記が必要になってきますし、そしてですね、この規定というところですね、この規定、文書整理、こういったところでですね、司法書士は活躍することができるんじゃないかということなんですが、実際にですね、この、まあ、体制 IPO をするにあたって体制の整備と一緒にですね、この規定、文書の整理、規定を、ね、作ったりとか、そういった文書整理を携わることを売りにしている司法書士事務所っていうのは実はありました。まあ、確かにね、こう規定というところはね、まあ、別に簡単ってわけではないんですけれども、もちろん司法書士も関与できる、十分関与できるというところでもありますし、まあ、資本政策を行うにあたっては必ず、ストックオプションを登記していくことになるので、このあたりでもですね、関わることっていうのはあるんですね。実際私も、ストックオプションの、ね、登記っていうのは今までね、かなり今数をやらせていただいてますけれども、基本的には皆さん IPO を、ね、準備して、準備して、その時に従業員にストックオプションを付与したいっていうところの相談から始まって、まあ、会計事務所さんとかと連携を取ってですね、ストックオプションを発行するっていうのが、まあ、私去年とかね結構メイン業務の中心として、やっていたんですけれども、こうやってですねいろんな専門家と連携を取ることによって IPO を、ね、の中でまあ、必ず登記司法書士が必要になってくる部分っていうのはあるんで、こういうところで、ね、関わっていけるんじゃないかというふうに思って、おります。そして私もですねその取り組みを、まあ、今ね、やっていこうというふうに思っていて、いろいろとやらせていただいてます。まあ、ここの規定とかでね、とかでももっともっとここら辺を前面に押し出して、うちはねこういうことやりますよって押し出してる司法書士事務所さんも、まあ、あるということで、どんどんね、需要はね増えていくんじゃないかなと、こういうところもねどんどん入っていく姿勢が大事なんじゃないかなと思っています。特にですね近年、この1年ぐらいでですね毎年100社ぐらい上場していて、今本当にね上場していく会社って多くなってきています。リーマンショックの後ではですね、まあ、10社ぐらいしか上場した会社ってなかったんですけれども、それと比べると最近はどれだけね、たくさんの企業が上場しているかというのがねすごく分かりますよね。1年で100社上場していて、実際にはですね上場を目指している会社っていうのはその5倍、あると言われています。500社ほどね上場を目指して準備しているという会社があって、実際私もですね上場準備しているという会社の変更の登記とかねストックオプションの登記とかやらせていただいてますけれども、この市場にはね非常に司法書士が関与できる余地がねたくさんあって、この市場は本当にね魅力的だと思っています。そしてどんどんねこれからも上場していく会社増えていくと思うので、司法書士はねちょっとこういったところでどんどんね活躍する場がねもっともっとあるんじゃないかなと、そういう時代の流れに流れによってもっともっと、ね、司法書士が関われるところすごく最近増えてきてるなと思って、今日はですね、ちょっとどうやって、まあ、どのようにですね関わっていくかというのをね私なりにちょっとまとめてみたんで、動画でもね出しました。ということでね今日は IPO と司法書士、なかなか司法書士 IPO にはね、ウェブ関係と思われがちなんですけれども、実はこういうところで活躍の場があるというところをご紹介させていただきました。今日は
以上でございます、皆様最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。真面目な話、いつも最後までご視聴いただきありがとうございます、チャンネル登録よろしくお願いいたします。